こんにちは、よしみです。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日の動画は週間手帳準備ということで、私がいつも週末に次の週のための手帳のセットアップをしているので、その動画となっています。使う手帳に関してはここに出している通り、まずミネルバボックスのノートタイプのシステム手帳と、動画では初めて出すんですけど、ポケットプランナーっていうとじ手帳と、このプロッターのミニログサイズ、あとほぼ日の数も少しだけなんですけどセットアップしていきたいと思います。もしご興味ある方は最後までご視聴よろしくお願いします。では習慣セットアップということで、主にどんなことをしていくか説明すると、まずこのミネルバボックスのノートタイプのシステム手帳でほぼ家族全員のスケジュールを把握しています。なのでこのマンスリーで次の週どんな予定があるのかチェックして、ウィークリーに書き込んでいきます。でその際にこのポケットプランナーっていうのにタスクを、その週のタスクを書き込んでいきます。でそれがやること1点と、あと今ほぼ日数を私使っているんですけど、まあ1週間ぐらいの間で書きやすいように少しだけ手帳のデコをしていったりしているので、今日もそれをやりたいと思います。あと最後にプロッターのミニログサイズで1週間の、まあ、夕飯のメニューを考えていたり、買い物リストもそこに書き込んでいるので、それも3つ目に書きたいと思います。じゃあまずこのミネルバノートで予定をチェックして、ここにタスクを書き込んでいくっていうものからやりたいと思います。このミネルバのバイブルサイズなんですけど、ノートタイプでほぼ家族全員のスケジュールを管理しています。いつもね、週末やっていることがメモリストのダブルドアマンスリーっていうリフィル、ちょっと3月のあまり記入してないので開けてみると、こんな感じで、ちょっと書き込みはまだ少ないんだけど、と色のシールに分けて誰の予定かっていうのを書き込んでいっています。あと燃えないゴミの日は日にちが少ないので、あらかじめこうやって付箋をつけて、まあ、出すものがあれば瓶なのか缶なのかとか、出すものがあればこの横に書き込むっていう形にしています。で、週末のセットアップの時にこのマンスリーを見て、こっちにプロッターのウィークリースケジュールっていうリフィル、週間レフト式のリフィルを挟んでいるので、ここにねまた予定を細かく今度は書いていきます。ここにはね細かい予定を書いていくんですけど、例えばここはお弁当がいる曜日だとか、宅配が届くとか、そういう細かいところも書いていきます。今日がねもう20日なんですよね。で本当は週末土日に やるんですけど、次の週のセットアップをちょっと今日は撮影のためになんかどんどんずれ込んでしまって、今日20日になってしまったんですけど、この残りの、まあ、今日から下の25日までの予定を書き込んでいこうと思います。でその時に使うのがポケットプランナーなんですけど、ここにトゥードゥーリストを書き出しています。ちょっと後で細かく説明しようと思うので、これは後ほど説明します。なので一旦マンスリーを見ながらここに予定を書き込んでいきたいと思います。書き込む時は手帳によってなんかペンを変えたりし、なんとなくなんですけどしてるんですが、今はジェットストリームのジェットストリームエッジの 0.28 を使っています。プロッターのウィークリー結構細かいし、
あんまり大きい字で書けないので、ちょっと細い 0.28 で書き込んでいます。ここのマンスリーのページを見ながら、このウィークリーに書き込んでいきます。でも20日が終わったので、ちょっと明日から書いていこうと思います。で、その時に最近ハンコを作ったので、幼稚園の予定があったり、このよしけいっていうのは食材キットサービスなんですけど、その予定もあれば、この一応ハンコを作ったので、ハンコをつけていきたいと思います。で、あと説明をし忘れたんですけど、とこのマンスリーでだいたいみんなの予定を把握しているんですけど、私はスマホのアプリでタイムツリーっていうアプリを使ってるんですけど、それは家族と予定を共有するカレンダーなんですが、夫とそのアプリでカレンダーの共有をしています。もう数年ぐらい使ってるんですけど、まあ、以前ね、この日飲み会あるって言ったよねとか、この日予定あるって言ったよねっていう、そういうね、言い合い、不毛な言い合いがあったりして、この手帳だけで誰かと予定を共有するっていうのが結構難しかったので、そのアプリも使ってスケジュールを管理しています。ただ私は本当に紙に書くのが好きだし、紙に書いて結構頭に残すタイプなので、そのアプリとその手帳を使ってスケジュール管理をしています。あ、タイムツリーっていうカレンダーの予定の共有アプリなんですけど、まあ、うちでは夫の仕事の予定とか幼稚園のイベントとかは相手に何も言わずに勝手にアプリに入力していくんですけど、自分がこの日どこかに行きたい、まあ、例えば友人と飲み会がしたいとか、私が美容院に行きたいとか、そういう時は相手にこの日大丈夫って言って、まあ、了解を得てからアプリに入力するようにしてます。なので仕事、夫の仕事の予定の時は特に私に伝えることなく大体アプリにも入ってるので、それも確認して、このマンスリーも確認してここに記入するようにしてます。アプリ入力したら、まあ、通知が飛んでくるので、だいたいこのカレンダーに書き込んでいるので、まあ、大丈夫ではあるとは思うんですけど、まあ、漏れがないようにスマホのアプリとこのこっちのマンスリーを確認してからここに記入しています。こっちのウィークリーの方も、まあ誰が何の色か決めているので、それと誰誰って書かずにも分かるようにシールを貼って、誰の予定かっていうのもはっきり見ただけで分かるようにしています。で、あと、まあ余裕があれば、このポチッと6っていうスタンプで、次の週の天気予報を調べて、一応このスタンプを押していく時もあります。で、今日は少し余裕があるので、天気予報を調べて、この明日からの天気を、今日が20日になってしまっているので、もう20日からこの25日の天気も、このスタンプで記入していこうと思います。とね、今週はね、ずっとほぼ、まあ、曇ったりとか雨が降ってますね。前回の動画で少しだけお話ししたんですけど、夫が半年ぐらいの単身赴任みたいな形になって、まあ、隣の県なんですけど、それが確定したので、で多分来週にはその単身赴任先に行かなきゃいけないので、ちょっとやらなきゃいけないことが結構あります。で、私はこのリフィルでこっちにだいたい予定を書いて、こっちにね、毎日の
だろう、足跡みたいな、足跡っていうかエビデンスを書いていて、今日何をしたかっていう、まあ、したことに対するメモを残しておいてます。例えば何か予約をしたとか、 誰と何を予約したとか、ここに書いておきます。まあ、どんな予約をしたのかとか、どんな話をしたとか、その電話の内容も簡単に書いたりして、あの自分が忘れないようにしたりとか、あのうちの幼稚園結構提出物がちょこちょこあるので、今日提出物を出したとか、そういう自分がやったことの、まあ、エビデンス、形跡とか証拠みたいなのを残すようにしてます。で、このプロッターのウィークリースケジュールを見れば、大体自分が何をどこで出したのかとか、後で見返すことができます。そういえばこれやったっけっていうのも、ここを見れば大体わかるようにしています。なのでちょっとモザイク部分が多くなるかもしれないですけど、まあ、やったことはここに書いてます。なのでと、ここには感情的なことは一切書かないです。あの楽しかったとか嬉しかったとか、今日イライラした、悲しかったとか、そういう感情的な余分なことは一切書かずに、日記としてではなくて、あの確実に自分のやったことを残すようにしています。で、そんな感じでこのウィークリースケジュールを使っています。で、それも書きつつなんですけど、さっきのこのポケットプランナーっていうのなんですけど、まあ、これはね、全然あの私が本屋さんで見つけて買った1000円ぐらいのやつなんですけど、あのトゥードゥーリストを毎日私一応書いてたんですね。去年はバイブルサイズのシステム手帳の、タスクを書くリフィルとかで管理してたんですけど、まあ、今は最近までそのトゥードゥーリストをどこに書こうかって試行錯誤してたんですけど、もうちょっとこのポケットプランナーっていうのに書こうかなって思いました。これはね、あのただの閉じ手帳なんですけど、もう本当にここに年間のスケジュール確認できるのとかがあって、もうここは本当に鉛筆でザザーってもう汚い字で書いてあります。で、あと普通にマンスリーがあって、まあ、ここはお金の引き落としカードとか、まあ、他にも家賃追悼とか、その引き落としの日を一応書いてます。で、まあこの閉じ手帳なのですぐ開きにくいので、これ結構おすすめなんですけど、この前も紹介したかな、この緑から出てるインデックスクリップを使ってます。これ閉じ手帳を使ってる人にはすごくおすすめです。で、マンスリーが来てるのと、で、次に週間、見開き1週間のメモが書けるものなんですけど、で、この書式がいいなって思ったのは、1週間もう見開きで見渡せて、例えば今日が20日で、まあ、ただ23日にやらなきゃいけないタスクがあるときはこうやって飛んで書けることができることですね。あのシステム手帳でやってたときはあのページを追加しないとその日に書けなかったんですけど、もうさっとここに書くことができるので、あのかなり重宝しているものです。まあ、この手帳ビニール素材なので、全然ダイニングテーブルにポコって出してて、あの水とかこぼれたとしても全然大丈夫だし、あの結構使い勝手がよく使ってます。ただちょっと開きが悪かったりするので、まあ、そこはちょっとだけ残念なんですけど、かなり重宝してます。で、まあ、この週の
そのウィークリー書いてる時にこっちも開いてみて、何かタスクがあるかっていうのを書いていきます。こっちはもう何のペンを使ってもいいんですけど、私はジェットストリームが好きなので、ジェットストリームの 0.38 で書いています。でまたちょっと忘れてたんですけど、と娘がねお弁当の曜日があるので、とこのお弁当シールを使って、まあお弁当の日はこのシールを一応ね貼っておきます。そうすると忘れないので、多分そんな感じでこのスケジュールのセットアップはとりあえず以上になります。でこれが終わったのと、と次がですね、あのちょっとブレイクタイムで、ほぼ日をちょっとだけなんですけどセットアップしていきます。あのセットアップっていうほど準備はしないんですけど、ほぼ日手帳、まあ、1日1ページなんですけど、まあ、まだ2月なんでマンネリ化してるかって言ったらそうじゃないんですけど、結構ね英語サイズなので、まあ、書ける日もあれば書けない日もあったりとか、大変だったりすることもあるので、で最近この100マイレターブックを、あこれは買ったのはすごく前なんですけど、あのだいぶ使わずに眠ってたんですね。でそれを貼り付けて書くのにハマっているというか楽で、これもとその100マイレターブックを貼り付けて書いたもので、最近こんな感じで貼り付けてその上に書いたりとかしています。これがねすごく楽しいし、そんなに文字で埋めなくても、絵とかでこの下のね柄とかでページが埋まってくるので、すごく楽だなと思っています。あんまり書きたくないなっていう日もこれを貼り付けてあれば、まあ、ちょっとは書こうかなっていう気になったりします。ここもそんなにシールとか付箋これだけで、あとスタンプはあるんですけど、これだけなんだけどちょっと書いた感じがしませんかなので書いた感じっていうかページが完成してる感じが出てるはずなんですけど、そんな感じで今は使ってます。でこの私はこの MT のものしか持ってないので、他のレターブックがどんな感じかわからないんですけど、MT のものは結構空白というか、書ける余白があったりとかして、結構カラフルだし、そう、見てても楽しいと思います。で、一応1週間分くらいのセットアップをするんですけど、この両側、そのレターブックのものを貼り付けてしまうと柄でごちゃごちゃするの で私はそれがあんまり好きではないので、片側にしか貼らないです。両ページ貼ることはあまりしてないですね。これも片側だし、これも、まあ、これ見てもらうとわかるんですけど、こっちにもこのレターブック貼っちゃうとなんかごちゃごちゃ柄でごちゃごちゃしちゃうので、だいたい片面ページだけに貼っています。なんでまあ1週間分ぐらいのセットアップをするときは、まあ、3、4枚ぐらいここから選んで貼り付けしています。なので今回も3枚ぐらい貼り付けていこうかなと思います。
じゃあ、この3柄にします。裏面もね、デザインあるんだけど、こっちの柄を使っていこうと思います。これが多分このレターブックのものが多分英語サイズぐらいなんで、カズンとね同じぐらいの大きさなんですね。なのでちょっとぴったりサイズすぎるので、ちょっと横とかカットしてと貼り付けしていこうかなと思います。できたので貼り付けていきます。糊だと剥がれてくる。ので私今この糊しか持ってなくて、角っちょはね剥がれてきそうだから、この両面テープを使います。この1ページが完成しました。で、書きたい日もあるだろうし、柄でごちゃごちゃしたくないので、私は次のページ1と片側は貼らずに次のページに行きます。で、これはこっちに貼ります。時間があればその日その日にやってもいいかと思うんですけど、準備していた方が時間がない時にいいかなと思ってセットアップをしています。じゃあちょっとね、この紙もねせっかくカットはしてるんですけど、ちょっとだけ時間が迫っているので、ちょっと次に行きます。次がこのプロッターのシステム手帳のミニ6サイズなんですけど、ここで毎日の献立メニュー、夕飯の献立メニューと買い物リストを書いています。これがね幸せハンコさんのリフィルで、私はこんな感じで、ちょっとここスカスカなんだけど、こんな感じで献立メニューと買い物メモっていうのを書いたりしてます。で、だいたい私の朝ごはんとか昼ごはんはあるものとか残り物で適当に作ってるので、朝昼は特に考えないんですけど、夕飯はさすがに考えなきゃいけないので、夕飯をメインに考えています。で、まずここに日にちを書いていって、ただもう今日火曜日なので、一応今日の分から書いていこうかな。今日は生姜焼きですね。あとはそんな感じかな。サラダとかは適当にあれば作る感じで、一応なんかね、ここはおやつとか、おやつっていうのは一応私ではなくて子供のおやつ、子供が幼稚園から帰ってきたら絶対おやつ食べてるんで、ただお菓子なんですけど、で明日は夫が飲み会なので、適当に私と子供はたまに適当にこんな感じでパスタとかも夕飯にしてますね。で、娘のお弁当のおかずとかも書いて、これが今冷蔵庫にあるものなんですけど、書いておくと、そういえばあれあったっけとか、直前になって
確認しなくてもいいので一応書いておきます。で、この3段目が夕食の献立をざっくり書いていて、下にその材料ないもの、家にない材料を書いていきます。で、ここはもう祝日だから3連休ですね。で、ここにここの下にその食材キットサービス、まあ、私今冷凍食品しか買ってないんですけどの届く予定の曜日があれば記入していきます。で、祝日はだいたい決めてもいいんですけど、なんか急に外食にしようってなったりとかするので、まあざっくり決めます。まあ副菜とか汁物とかはまあ適当なんですよね、いつも。なので、まあ主なメニューを考えていって、後からあるもので、なんだろう、サラダ的なものとかスープを作ってます。だいたい味噌汁が多いんですけどね。で、まあ祝日というか土日は、さっきも言ったんですけど、外食があるかもしれないんで、まあ適当に決めるんだけど、どうしよう、こんな感じかな。まあ全然変わるかもしれないんで、まあざっくり書いてますね。ここも本当にすごい変わったりとか外食になったりとかしてます。そうそう、一応買い物はまとめ買いを、まあ、なるべくねしようと思ってるんですけど、で、あとこれはここにない食材を書いていくんですけど、これとここに別の買い物リスト、例えば牛乳とか卵がないとか、そういうのも書いていって、で、私はまあこれをスマホに写真撮って買い物に行きます。ちょっといつも子供と一緒なので、やっぱり手帳を持ちながら買い物するっていうのがなかなかできないので、もうスマホのに写真撮ってで買い物してるって感じですね。こんな感じでとりあえず今週の献立を、まあ、ざっくりとですね決めました。はい、皆さん今日も動画見ていただきありがとうございました。ちょっと長くなってしまったと思うんですけど、ちょっと編集したらどうなるんだろう、もうちょっと短くなればいいんですけど、最後まで見ていただきありがとうございました。私は来週から夫がちょっとだけね単身赴任の期間に入るので、もう忙しくなるかなと思っています。一応今月も自作のデイリーリフィルを来月の分として配信したいとは思ってるんですけど、まだ作ってないので、できるだけ2月中には配信したいと思います。できれば待っていただいて、本当に使っていただけると嬉しいです。ではですね、今日の動画はこれで以上となります。今日の動画がいいなと思ってくださった方は、グッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではですね、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。